但是它每个后面的背景的小人儿都在动，很细节。何？すごくいい匂い。今日は誕生日ですもの。あなたの大好物ばかりよ。本当？たーんとお上がり。ほら、すべてあなたの大好きな大好きな食材たちよ。已经成噩梦了。どうした、マルシン？ちょっと悪夢を。何この匂い、夢の中と同じ。別のパーティーがあそこで朝食作ってんだよ。塩漬け豚を炙って食べてる。羨ましい。本当にひどい。嘆かわしいばかり。他们对肯定吃最好了。最近の若い冒険者が取る食事といったら、パン、干し肉、ブドウ酒。迷宮を探索する体力作りのため、肉の炙。居然还有。食物的这种战利表一样的东西。というとあれですか？あれだな。他俩已经是行家了。どうは鶏、おは蛇。その牙と毛爪には猛毒を持つという。蛇の王バジリスク。什么东西？バジリスクか。よかったな、マルシル。鶏肉が食えそうだぞ。鶏肉なの？本当に鶏肉って言っていいの？かっこいいよ。他挺可爱的。混ざった種類が多いほどいいかと思っていたが、結局2種類程度の方がお互いの魅力を高め合っているというか、今まで課金としか認識できなかった鶏の魅力にも気づかせてくれた。シンプルだが奥深い組み合わせだ。ちなみに、もう少し深層に住むコカトリスは同じビジャ類の別種。バジリスクと食べ比べるのが長年の夢だった。そんな欲望を。あの辺りがバジリスクの巣だ。あったあった、最近産んだもののようだな。鬼の犬間にさらってしまおう。なんか細長くない？はい、持って。うなんか柔らかくない？バジリスクの威嚇音だ。真的后面长了一个蛇，好奇怪哦。为什么只追？他们在看着。突然演绎，我服了。
怎么着？要同时砍下他们的头吗？让我想到舵机和他哥哥。食べるより調理した方がうまい。じゃあ早く作って。まず尾と足を切断。鸡爪。軽く湯がいて羽をむしる。うわ、鶏肉になった。内臓を取り香辛料をすり込み、野菜とみじん切りにした香草を腹に詰め、切り口を縛る。肉に串を。慢慢的烤人已经不行了。完成じゃ。很香。肉汁还不忘评价一下。お前たちも食べなさい。ちょっと待って、先に回復魔法。うまっ、これ町の食堂にも出てきそう。さすがに味は鶏肉そっくりだな。蛇の肉も鶏に近いと聞くが。啊，希尔太可爱了。こんなちゃんとした料理初めて食べました。他很认真。我感觉我一样也做不到。少ない場所を通るのか。では食材を確保しておきたいの。昼の残りで何とかならないか。肉と卵しかない。何か野菜が必要だ。この近くにマンドレークの群生地がある。はいはい、マンドレークの取り方なら知ってる。私に任せて。マンドレークは魔術や薬学の基本。犬はどうなるんだ。死ぬ。え、ひどっ。じゃなくて、その犬はどっから連れてくるんだ。そもそもそのやり方効率悪すぎないか。でも学校では長い紐を使ってはダメなのか。え、叫び声が聞こえない距離まで届く紐を使うんだ。これなら犬を使わずに済む。多分なんかダメなはず。こう力加減が難しいとか。哦，这有点像《哈利波特》的那个，有个那种。叫ぶ前に首を落とせば声も出ない。太可爱了。ダメダメ、危険だよ。わしはこれで長年食ってきた。森西他都是靠经验，马路希尔他们都是靠书本。住んでるだろう。マルシルは本に書いてあるやり方を実践したことあるのか？ない。だって犬かわいそうだし。哦，突然变成小老太太的感觉很可爱。みんなにやらせるのはよくない。やったことない？ならやってみせればいいじゃない。このやり方に理があると証明する。突然变成那种少女漫。魔物。この辺りにいる魔物といえば大コウモリ。今ならすで眠ってるはず。こんなもんでいいのかな。力加減までは書いてなかったな。大コウモリの巣は。这回是蝙蝠的叫声了。代わりに大コウモリを使って。バカだな。
很睿智的表情。なぜこんなことを？足手まといと言われたことに焦りを感じ、こいつらを見返し土下座させたいと思い行動しました。なんだこいつ？シルジャック。皆さんのために何も力になれないのは寂しいです。迷宮は深くなるほど魔物が強くなる。一番頼りになるのが君の魔法だ。だからこんな浅い階層で疲れさせてしまうのは避けたかった。それに人にはあえて不得手がある。君が得意なところは頼りたいし、そうでないところは他のものが解決する。好可愛い。僕と迷って眼神已经飘忽了。ほら、シルジャックも。マルシルがついてきてくれて本当に助かったと思ってるよ。就这样。もっと感情込めて言って。ああ、他们很可爱。大河森まで手に入るとは思わぬ収穫だった。今日は。真的吗？蛋包饭用这个。これ本当にバジリスクの卵なの？鶏の卵と全然違うけど。蛇の卵はこんなもんだよ。蛇なのは尻尾だけでしょ？体と頭は鶏じゃん。いや、尻尾が鶏なんだ。この一本だけ色合いが違う。本当だ。頭が残ってるからマルシルが取ったやつだな。うん。うん。マンドレークを刻みよく炒める。哇，这蛋是。で閉じてふっくらとさせたら。这看着无敌了。ケーランよりだいぶ黄色。对，它颜色看上去橘色的那种。我取ったマンドレーク。こっちはエルフの娘が取ったマンドレークを使用した。こういうつなんて悪趣味。まあまあ。マルシェルの方が渋みがなくてもいいかな。帮大忙、マルシェル立大功了。おそらく叫ばせることで何か悪が抜けるのだろう。ひと手間で味が良くなるのは料理の基本。どうやらわしは効率ばかりを求め、本質を見失っていたらしい。礼を言うマルシェル。已经脸红了。料理本じゃないからこれ。これはほんのささやかなデータ。已经演绎太可爱了。シルチャックは罠発見や鍵開けの専門家なんだ。言っとくけど、この先罠だらけだから、こっちが指示するまで動くなよ。小小的但也很可靠。俺が最も嫌いなのは、仕事を他人に邪魔されることだ。等下他背的是蝙蝠肉吗？还是什么呀？好强的火力，他肯定他不会想的是做饭的火力吧。啊，他还想的是做饭呢。啊
は天ぷらにしよう。この油の資格とやらはどこにある？絶対しない。ハーフフットの子供、お前は油の専門家ではあるまい。子供ではないです。植物油は最も安易で供給が多い。ともかく現物が見たい。食用油でなければ諦めよう。分かったよ。その代わり、今後罠のそばでは絶対俺の指示に従うこと。この条件を守ってもらえないなら協力はしない。誓おう。必要とあらば手伝います。それはいらん。いいか、それぞれ領分ってものがある。あんたは料理、俺は罠解除や鍵開け、マルシルは魔法。俺もあんたの調理方法に口を出したりしない。だからあんたも俺の仕事には一切関わらないでくれ。宝物庫、やたら罠が多いのもここを侵入者から守るためだろう。床に固定されてる。とりあえず開けてみるか。あっち行ってろ。普段は一番大人なんだけどね。仲間の命を預かるという気負いが彼の神経を尖らせるんだろう。うん、開いたよ。おお、油はどうやったら取り出せる？そこまでは知らん。ここが噴出口になってて、この引き金が引かれると油が出るんだけど、勢いが。ではわしが鍋を構える。お前が引き金を引け。はあ、嫌だよ。多分煮え湯だぜこれ。案ずるな。案ずるわ。知らねえからな。言わんこっちゃない。大丈夫か選手。手入ってる。我懂我懂。是这样的，就是有些长辈他们那个就是根本不怕烫，因为他们做饭做多了。そうかな。ともあれ、これで揚げ物ができる。そうだ、肉を切るのに先ほど落ちてきた刃の罠を使えないか。いや、ああいうのは同じ場所に落ちてくるとは限らんぞ。これはお前に任せよう。罠の扱い方はわしにはわからんからな。なんで俺がそんなこと。料理はわしの領分なのだから指示に従ってもらおう。それが取引だったはずだ。そんなこと言ってない。好可爱呀、啊、他的线条。何やってんだ俺。大コウモリ切ったけど。おう、次はこの油を先ほどの火花で熱してくれ。どうして早くせんか。大コウモリの肉は皮を厚めに剥ぎ、ぶつ切りに。軽く切れ込みを入れ、調味料を揉み込み、少し寝かせる。その間にマンドレークのかき揚げの準備をしておこう。マンドレークの皮を剥ぐときは手足を先に分断するといい。絡まったのをほぐせば手でもげる。胴体部分はしっかりと、手足部分は色の濃い部分を軽くこそぐ。そして衣の準備。水にバジリスクの卵を溶き、小麦粉をふるい入れる。ダマにならぬよう混ぜたら。他好像真的很认真的想教会我。この具合はどうだ。火力調整なんて。哇，这也太细节了。反正我啥都不懂。哇，这动画。每次还有那种背景音，很可爱。
他真的很认真，因为肩负着大家的性命。缺一不可。哦，是 ending。哇，它这些插图的配色都好好看啊，就是很明亮的感觉。这是漫画的原画吗？啊、哦，好喜欢！哦，是绿黄色社会唱的，很喜欢他们。真的好喜欢这个 ending 啊！就是每一张画都好漂亮，每一幅插图都感觉充满了那种故事感，而且配上绿黄色社会他们的这首歌，就真的很有那种狂欢盛会的那种，大家聚在一起狂欢吃席的那种特别青春、特别欢快的气氛。虽然才两集，但是已经根本就不想让他们分开了。森西一说到可能离别，我就。不想他们分开，就大家都有派上用场的地方，大家都很可爱，就是是一个团队，是一个家庭里面每一个人都是不可或缺的，这种感觉真的好好好治愈。那今天视频到这结束了，我们下次再见，拜拜。